ずはこちらの、風という字ですね。こちらはね、ちょっと形をね、見ていきましょう。まずはここ下の部分、こう線を引いてみると、この部分がねだいぶ下がってますよね。こちら側が重くなるように書きます。それからこう横の線ですけど、この横の線はこう右上がりの調子でね、で真ん中の方にあるこの辺り、この横線ですね、これもねこう上がるように書きます。それから、だいたいこことここと、あとここもですかね、平行に近いぐらいな感じなんですけど、ややこちらが一番こういう風に、少し上がり調子が強いかなっていうところになります。それではちょっとまずね、ここですね、一画目です。こういう風にこう入りますよね。そしたら気質はいつもこちら向きにこう入りますけれども、次がこうに寝かせないように縦ラインできます。結構立ち気味でこうに来て、こう、いけない例で言うと、こうしてこういうやついけないですね。入んなかったな。こうしてこうになっちゃうと、ほら全体がべちょーっていう感じで、中はこう入れるのが難しくなります。どうしてもここが出ちゃったりするので、ここで綺麗じゃないのでこうならないですね。これが中に全部をこう入れてあげられるように、しっかり入れて少しここに余りが出るぐらいな感じで持っていきたいので、ここはしっかり立てていきましょう。そしてここね、大人の方の場合少し開けてもいいので、ここね開けましょうか。ピタッてくっつけなくてもいいです。ここから少しこう離した状態でギュッと上に上がって、でここでこの角度で置きます。ちょっとここ邪魔になっちゃいましたね。こういう状態で置いてあげて、内側にこういう風に少し来て、で外側に向かって、でここの部分ですね、下の部分をこう見てみると、ここよりも下がってくるようなイメージに持っていきたいです。ここからギュッと入れたら、こういう角度で入れてギューッと持ってきます。ギューッとここは下までこうに来といて、そこからどちら向きに行くかっていうと、外じゃないですよね。内側は内側でもこうでもないですよね。これだと狭くなっちゃう。グワーンっていう、こういう感じがいいですね。こういう感じで、こう太さちょっと持ってくるとこうなりますね。で横の線、ここを書くときには、あんまりギュッドスンみたいな感じで入れない方がいいです。このね、初めのこの縦のラインのこれに気質に対して、こちらの場合はちょっと小さめですよね。この小さいラインで持っていきたいので、あんまりドスンと置かないこと。それからこういうところの空きを少しチェックしておきましょう。あまり詰めすぎてないっていうところですね。ただ下のところも開けたいので、うまくここに入ってくれるような感じで書きます。こういう感じで横に引きます。これ気質は必ず左上から、そこから横にこう来ますよね。で次はこういう感じです。こういう感じで、でこう来て、ここもしっかりこちら向きに置きましょう。でギュッと来て、次はここをこうに来て、こちらが出るかな。でもこういうところってぶつかりやすいので、ただ縦が出ないような感じの方がいいですね。ここね、でここもこうしっかり縦のラインですね。こう貫く時にはこう慎重にギュッと置いたら、スーッと下に向かって、こういうところを押し付けないようにしましょう。ちょっと細くなってるようなイメージですよね。ここから自然とスッとこっちに持ってこれるような感じ。ここを置いてスーッと来て、このままこちらにトンって持ってこれるとすごく自然なのでいいですね。でこうしてここも見てください。これはまっすぐな感じに見えますけど、これの動きっていうのはちょっとこういうラインです。こういう感じでそこにこう持ってくるような感じなんですね。ここね、ちょっとこう内側、こう上にこう向かってるかなっていう感じで持ってくると、この線は綺麗にいきます。ね、
この止め方も見てください。こちらがなんかまっすぐに見えますね。こちらなんかこんな感じ、アーモンドみたいな感じしてますけど、こういうラインで持っていきたいです。それからあとここ言い忘れましたね。ここねキュッと入れたら内側にグッと締めるような感じでここに来て、ギューッとここに向かって強くなってくるっていうところで、真ん中のこの辺りが一番スリムで引き締まってるかなっていう感じです。で大きく跳ねます。こうね、大きな羽があります。でここの空間をしっかり取るようにしましょう。ではね、描いていきます。まずここ上の部分ですね、半紙、ここ真ん中です。ここ中心線ですね、それから、ここから下の方で出るんですよね。でこうに入ってここしっかりこう立てましょうか。でまっすぐに来て横にこういう感じです。でそこからキュッと上に行くんでしたね。でここですね、ちょっと開けといて、ここからこういう感じで来たらここでこう押します。でギュッとこういうラインがねできるような感じで、こうでね、この時に内側こう来るんでしたよね。でこっちに来るんですよ。この辺りを目指してくるような、ここからグワンと行きますよ。ここですね、こうギュッと立てたら内側です。内側ってきて、こっちに持ってきて、ここ見えてますかね、ちょっと切れちゃったかな、こうに来て、ここそしたらギュッとお尻上げときましょう。ここお尻上げといて内側です。こういうラインですね。腕ごといきます。手首でこうやってやらないように、腕ごと、はい。で真ん中の部分がこのお手本はね結構ぶつからなくうまく描いてるんですね。ここねこう入れますね。まずねこのラインで入れたら横へ行きます。横で縦にこうで、こっからこうで、ここですね。ここがここよりもちょっと短いかなっていうぐらいにしておくと、これがこちら側がちょっとこう、ね、かぶさるような感じ。これあんまり今出ませんでしたけど、こういう感じですね。で真ん中貫いて、皆さんはね結構ここが長くなりやすいんですよ。長くしちゃうとここから出ちゃいますよね。これ出ないようにしたいので、ここあんまり隙間ないじゃないですか。これと同じぐらいだと思ってください。なので真ん中をこう貫くときはしっかりこう立てて、細いんですよここね、意外と慎重に。で下に向かってこう引きますけど、このくらいでもうスッとなんか細くなるんじゃないかなってぐらいにしといて、こちらにギュッと持ってくる。こうでここもしっかり立てて、でそうするとここからこういう風に行けばいいですよね。スーってきて抜いてこう来て、またしっかり立ててでスッと持ってきたら、このまんまこうです。こういう感じですね。ここからのこの流れがスムーズにできると綺麗かなと思います。続きましては月ですね。月はね、こちらも苦手な方はね、これすごく苦手っておっしゃるんですが、あまり難しく考えすぎない方がいいんですけどね。こうまあ縦長なんですよ。縦長でこうまっすぐ来て、ここまではまっすぐなんだけど止まらないでくださいね。滑らかに左へ行きます。で下のラインを見てもらうと、ここ右側が一番重たくなるっていうのは風の時と一緒ですけどね。ここにだから隙間ができてるってことですよ。そうこちらが長くなる。そう、なので左のこちらが長くなりすぎてしまうと、これが持っていきにくくなりますので、少しこちらを短めに終わらすんだっていうふうに思っておくことですね。で先ほどの風と同様、ここちょっと開けて構いませんので、こうでまたこの線の質としては、これ少しこうかぶせるようなイメージになってますよね。この気質のこの向きも見てください。この角度っていうのは、まず縦のラインがこれに対してこうまっすぐ来てこう来ますよね。これに対してね、
置き方がこういうなんとなくふわっとしてるような感じが伝わってくると思います。少しふわっとしてます。それから、かなり横にこういうラインですか、こういうふうに置いてるんですよ。こういうラインでここね、よく見ておくこと、こういうところこういうあの角度にしてあげると細いライン持ってこれるんですね。横の線はあまり太くない方が綺麗なので、縦の太さに対して横のその太さっていうのもちゃんと見ておきましょう。でここをキュッとここもしっかり置いたら一旦内側に入るようにこうにきます。でこういうふうにまた出てあげて、で左よりも右が今長い状態、そこまで持ってきてあげたら一瞬だけキュッと内側に向けてあげるとこう跳ねやすくなりますのでね、そのあたりをちょっとね筆使いの方でよく確認してください。まずはこうに来てキューッと来た、そっといて内側にキュッてこう入る、この時に同じぐらい目指しておいて内側にキュッて入る時にこうやると少しこうね出っ張りますよね、このラインよりね。そのぐらいでちょうどいいです。でやりすぎると変なので、でここでこう横にこういう感じで横に横にと思って跳ねるようなイメージにすると、ここにちょうどこういうラインができるんですよ。ここね、こうここは太いかな、こうこんな感じのラインができるんです、うん、でここがこうなんとなく直角に近いかなっていうこの辺、この辺がねこんな感じです。でこれこうになってて、でここです。ちょっとこれ開けてありますよね、少し開けるようなラインを持ってくる、でここはしっかりついてるんですけど、ちょっとこちらも描いちゃいましょうか。なんとなくこうになっててこうにつけます。こういう風に入れて入れて、ただここもギュッてドスンと押さないでかなり軽い感じが見えますよね。でお尻の方の方がこちらの方がなんかちょっとしっかりめかなみたいな、頭ドシンってやるとどうしてもこうポコンってなるんですけど、それドンなんていうかな、トンスートンってよく言いますけど、そのトントンっていうのはあんまり使わない、ここスーッと入ってグッちょっとグッと押すようなね、なんかそんな感じのイメージで、このあたりをねちょっとねよく 見ときましょう。月ですね、月はまず真ん中に、ちょうど真ん中にね中心が来るようにしたいので、このあたりこう来てしっかり入れたらまっすぐラインで持ってきますよ。でこういう風にしておいて、ここ開けるんでしたよね、こう開けておいて、ほら下の余白このぐらいありますよね今。でこれがこうにあるとしたら、ここのこのラインよりもちょっと重めな感じでこう持ってくるような感じしたいですよね。そうなの でここの次のところよく見てください。これをこの角度で入れない、こういう感じですね、こうかなりこういう感じで寝かせてます。これ寝かせてスッとこんな感じで、ここでギュッとアップさせるぐらいな感じがいいですね。あんまり落っこちてないのでギュッとこうやってガクンってこう落とさないようにギュッとして、で先ほどのこの部分までキューってこんな感じです。でギュッとこういう風にね、なんかちょっとここ太くなってるなっていう感じで、こういう風に筆がこっち向きになるといいですね。でそこからこう持ってきて、でほらこうですね、大きな感じでこう持ってきてますね。でここからこうです、ここにドンってやらない、ここからスッと止めの方がしっかりな感じですが、お尻を落っことさない。で2本目の方がちょっと長くなってますのでね、ちょっとそうにしてみましょう。ちょっとね、こんな感じ、少しここ詰まりすぎちゃったかな、もうちょっと同じような感じで開けたかったななんて思いますけど、